どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回ですね、ピーチボーイリバーサイドの第10話の感想ですね、こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは一つ目ですね、何でも切れる剣というところで、ホーソンがですね、ウィニーから剣を渡されていた わけなんですが、まあ、とどきの気泡を切ったっていうところを見るとですね、まあ、すごい剣だなっていうところは、まあ、すぐにね、わかるところではありました。またね、こう、その剣が、まあ、こう、もともとはフラウの持ち物であったっていうところですね。そう、もともとフラウの持ち物だったっていうところは、すごい気になるところではあるんですが、まあ、こう、フラウがその剣をですね、 今は使っていないところとかね。なんかこう、そういうところに、まあ何かしらの理由がありそうだなっていうところをね、感じたりはしました。まあそれがね、一体何なのかっていうところは気になるんですが、まあそれはね、まあ、いつか判明すればいいなっていう感じですね。まあ、他にもですね、そのフラウの剣をどうしてウィニーが持っていたのかっていうところとか、まあこう、そのフラウの剣をですね、 どこで手に入れたのかっていうところとかですね。まあこう結構気になる、気になるね、要素をまあ上げ始めたらきりがないんですが、まあそういうところがね、まとめて分かればいいなっていうところで、まあね、それはまあ楽しみにしていようと思っているという話ですね。まああとはね、こうビニーの階層にですね、まあこうホーソンが騎士だった頃の、まあこう記憶というかね、 そういう、まあ、ソンの姿が出てきているっていうところを見るとですね、まあ、ソンとイニーがですね、なんかこう、昔会ったことがありそうな感じがありました。まあ、ね、なんかそういうところがあったんですが、まあ、そこもね、すごく気になる部分ではあるという話ですね。まあ、そういうところで、まず一つ目の感想である、何でも切れる剣というところ終わっておきます。でですね、 次、二つ目の感想に入っていくわけなんですが、二つ目はですね、鬼の事情というところで、サリーにですね、スメラギが、まあ、こう、降伏していたわけなんですが、まあ、こう、サリーがですね、ミコととの関係が、ま、とりあえず、なんとかなったらですね、スメラギの手を取るつもりな、まあ、ね、つもりであるっていうところが、なかなか面白いな、っていうふうに感じたりしました。 まあ、とはいえですね、その後のスメラギの表情とかですね、まあ、こう失ったものが多いとかね、なんかこうそういう風に言ったりしているところを見るとですね、まあ、こう何かしら、こうスメラギにもですね、何かしらのこう過去というかね、まあ、そういったところから来る事情とかね、なんかそういうところがすごいありそうだなっていう感じではありましたね。またね、ケロットと戦った、まあ、こう新規ですね、 新規が人間からも鬼からも嫌われていたっていうことをね、話したりしてました。まあね、確かにこう、まあ新規を見た人たちがですね、まあ8話のところでですね、化け物っていうふうに言っていたんで、まあこうあのシーンには、そういう意味があったのかっていうところで、まあ、ものすごく納得がいくというか、そういうところではありましたね。そう、あ、なるほどそういうところが意味あったのか。 っていうなんかすすすごごい繋ががっった感がすごかった感かねそうあなんかあーなるほどっていうところがあったんでまあね感想に組み込ませてもらいますはい、まあ、にしてもねこうまあ角を隠しても人に混じることができないっていう事情を持っている鬼はですねまあなんかん多分新規だけじゃない話だと思うんですよねだからそうまあ他にもなんかいそうな感じがするなっていうところで まあ次ね、そういう鬼と出会った時に、まあこう、サリーたちがどうやって対処するのかっていうところは、すごくね、気になる話ではありますね。そういうところで、二つ目の感想である、鬼の事情というところ、終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくわけなんですが、次なる目的地というところで、サリーたちがですね、 ウィニーからの提案で、こう、差別を禁止した国をですね、目指すということにしていたわけなんですが、まあ、こう、差別を禁止した国がですね、一体どんな国なのかっていうところがですね、まあ、ものすごくワクワクするなっていうところですね。そう。まあ、すごいワクワクするところなんですが、まあ、とはいえですね、まあ、こう、サリーが鬼と人とかですね、まあ、共存できる道を探そう。 いう目標が、まあ、こうその差別をです、ね、禁止した国をです、ね、見るということによって何かしらの変化があるのか、まあ、そういうところにはです、ね、注目しておきたいというふうに、ねまあ、個人的には思っているという話でまたねこうサリーと轟がです、ね、戦った翌日に和解していたわけなんですが、まあ、こうサ,リーのサリーの進む道に対してですね ま、こう、感化された、トドロキがですね、まあ、こう、縄文の外でですね、まあ、あっさり、スメラギに殺されてしまったっていうのは、まあ、驚いたというか、え、マジかっていう、まあ、衝撃的なところではありましたね。まあ、しかもね、こう、まあ、とどろが、まあ、こう、スメラギにやられてしまったっていうことを、サリーたちは知らないっていうのが、まあ、こう、なんとも怖いところではあったんですが、まあ、正直ね、 スメラギが何を考えているのかっていうところは全くわからなくなってしまったなっていう感じでした、まあ、そういうところで3つ目の感想である次なる目的地というところを終わっておきますでですね最後にというパートに入っていくんですが今回ですねサリーたちが無事にですね轟たちとの戦いを切り抜けていたわけなんですが まこうダミンキに眠らされていたですね、ミコトも、まあ、無事で一安心といったところではありましたね。またね、こうサリーたちが、まあ、こう差別を禁止している、まあ、こう国に旅立ったのに対してですね、まあこうミコトがどこに向かうのかなっていうところは気になる話ではありますね。またね、こうサリーたちの目指すこう差別を禁止した国に スメラギも向かおうとしていたわけなんですが、まあ、今度は何を仕掛けてくるのかっていうところですね。まあ、ちょっと警戒しておきたいなあという話ですね。まあなかなかね、こう次回のピーチボーイリバーサイドがどんな展開になっていくのか、今から楽しみで仕方がないというところで、今回のピーチボーイリバーサイドの第10話の感想ですね、こちら終わっておきます。でですね、今までにも 1> 第1話から第9話の感想はですね、それぞれ過去の放送で語ってますんで、よかったら過去の放送もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日ね、他にも2本更新しておりまして、僕たちのリメイクの第9話の感想と、精霊幻想記の第9話の感想をですね、この2本更新してますんで、よかったらこっちの2本もですね、聞いてみてくださいと、 いう話と、明日ですね、明日はですね、3本更新するんですが、死神坊ちゃんとクロメイドの第9話の感想と、月が導く異世界道中の第9話の感想、そしてですね、ブルーリフレクションレイの第21話の感想ですね、この3本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。というわけで、 本日3本目のラジオの方終わっておきます。以上、うまさんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。